今回、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うまん延防止等重点措置の適用を受け、当初予定しておりましたギャラリートークの実施ができなくなったため、その題材として動画にて展示解説を行わせていただくことになりました。私は高山市教育委員会文化財課の尾崎です。どうぞよろしくお願いします。それでは初めに、 今回の特別展のの趣旨をご説明いたします今回の特別展は大原騒動の始まりとなる明和騒動が発生してから250年の節目を迎えたことを記念して計画いたしました大原騒動は安芸騒動天命騒動とその後約18年にわたり続いたことで飛騨の政治や経済は大きく揺れ動きましたこれまでの大原騒動の歴史を紹介する展示は 騒動の経緯や人物に焦点を当てたものが中心でしたが今回の展示では騒動を語り受け継いできた飛騨の民衆の姿に迫ります中でも大はえ農民側の立場で書かれた夢物語は多くの写本が作られ現代に至るまで大原騒動を語る書物として中心的な存在になっています今回は現時点で判明している 夢物語と夏虫記の原本と写本を集めて展示をしております日田の人々が残した記録文学の世界をご堪能いただければと思います大原騒動についてご説明します大原騒動は江戸時代中期に日田の国で起こった大規模な百姓一騎の総称で当時の大官であった大原彦志郎と亀五郎節の 名を取りそう呼ばれています騒動の原因は検知などの過酷な政策運営と大官の行動に対する不信賄賂や公金の横領などの不正に対する不満が農民の反発を招いたためとされています。一期では富裕町人に対する打ち壊しや暴行、つどめや豪走幕府の要人に対する箱蘇や籠ご層 一宮での1万人に及ぶ百姓による集会などそれからそれに対する郡上判兵による武力行使など複雑かつ,かつ多岐にわたります最終的には農民側の組織的な活動に入り軍隊が失脚することで終結しますが騒動が残した傷跡を大きく今なおひ人が語り継ぐ伝説となっています左にある写真は尊厳寺の裏にある 大原彦四郎の墓で裏側には彦四郎が読んだ句が刻まれています夢物語は百姓一期大原騒動について記録した手書きの本です数ある夢物語写本のうち最も古いものは文化六年のものであることから19世紀初頭には成立したと考えられます 著者名の記載はなく、茂月斎という人物が写したと、端書きに記されているのみのため、本来は著者不明でしたが、郷土史家の大野正夫先生の研究により、前半は大野村忠次郎が夏蒸式の内容を踏襲して作り、その後半は忠次郎自身が著作したとするのが定説となっています。今回紹介する夢物語10部は、写本を含めて、 展覧会開始時点で確認できるものになります一部は意図的に加筆あるいは省略されながら映されておりその経過をたどることで物語の伝えられ方を知ることができます大沼村忠次郎が記した夢物語を原本として多くの写本が作られました写本は写すという人間の作業の中で 書き間違いや意図的な修正などが加えられることがありそのため原本とは異なるものとなることがありますそうした違いを丁寧に見ることでどれが原本でそしてどのようにして写本が作られたのかを知ることができますこの本、この図は元本の修正箇所をどの程度反映しているかを比較しながら写本の経緯を想定したものです この本は入川町大沼にある大沼家に代々伝えられてきたもので現在は高山陣屋において展示してあります一般的に夢物語といえばこの本のことを指し他の夢物語の大元になったものになります原本にありがちな修正や訂正の跡がいくつか見られるほか後に別紙を貼り付けることで付け加えた部分もいくつか見られます また巻末に書き加えがされていますがこれはこの本のみに見ることができる特徴です下に示した写真は箸書きの部分で一連の騒動に農民側に火があったかのように書かれているというのが特徴になりますこれは大沼村忠次郎が生まれた家である森家に写本として伝わるものです 中次郎は真下郡跡津村、現在の萩原町古関の森文蔵の次男として生まれ、大沼家に養子として迎えられます。この本はこれまでほとんど知られることはありませんでした。大沼本に見られる追記部分が確認できないことから、原本に近い時期に作成され、中次郎が自分の生家に送った後、書き加えがなされないまま残されたものだと、 考えられます蔵書院には「紀州」「真下」「跡津森」「文」と書いてありますのでこれが森文蔵の家に当初から伝来してきたものだということが想像されます。これは墨田文庫として町博で保管されているものであります。 もともと10冊ある夢物語を5冊に集約しています丁寧に書き写したり修正の跡などは見られません大沼本が別紙書き込みにより追記している部分を書写時点で書き込んでいる一方で大沼本の巻末に書き加えられている部分が存在しないというのが特徴です これは岐阜県図書館のホームページにデジタル資料として公開されている本で、インターネット上で全文を閲覧することができます。元の書状差は不明です。写本としては珍しく、原本に忠実に10冊仕立てとしています。とても綺麗な本で保存状態が良く、ウサギの透かし模様入りの容器に入れられており、文字も丁寧に書かれています。 使用感もないことからあまり貸し出されたり読まれたりすることなく貴重な本として保管されてきたのだと思われますこれも岐阜県図書館が所蔵しているものです唯一の横長,横長本で一冊に集約をされています蔵書者に林千恵門の署名がありますが詳しい来歴は不明です ところどころ省略されながら、とても細かい字で写されています。内容が森家本を踏襲していることから、写本としては珍しく、森家本またはその写本を写したものと考えられます。こちらは5冊仕立てとしている本ですが、左側の2冊が安国寺に、右側の2冊が町の博物館に所蔵され、 一冊は行方が分かっていまもともとは住武義則氏が収集して所蔵していたものと思われますが昭和29年の大原騒動義民慰霊碑建設時に2冊のみ暗黒時に寄付されたものと考えられますところどころ省略して書かれていることやタイトルを遊女遊ぶ女と書いて夢と当て字にしていますが こうした点など、原本への忠実性には欠けた写本であるというふうに言うことができます。こちらは上野町の平田本家が所蔵していたものですが、蔵書院からは元は黒木屋貫禄が所蔵していたことがわかります。黒木屋は幕末頃に市の町に居住していたと見られる町人です。タイトルに、言う女、 自由の言うに女と当て字としているこれも同様に夢と読ませていますが内容も先ほどの G 本とほとんど同じになりますやはり最後まで映さず内容もところどころ省略して書かれている本でありますこれは飛騨市において目録化され保管されているものです上岡町の郷土史家の柴田忠太郎氏が 古川町の大久保人質所有本を明治42年に書き写された明治42年は大沼本が成立した文化6年からちょうど100年後にあたりますこれまで判明している限りで最も北にあり書写の年代も比較的新しい本です町博で所蔵している本になります 漢末には寄付の経緯が記されており、小池晋三氏が昭和34年に東京で手に入れたものを寄付したとあります。小池晋三氏は高山町三野町の出身で、東京帝大卒業、参議院議員となり、高山野丹保存会会長などを歴任し、高山市名誉市民でもあります。左の下の方に、酒徳と旧所蔵者が記されていますが、 これは明治初期の角川村、現在の飛騨市河合町角川の有力農民で初代村長にもなった柏木徳兵衛のことだと思われます。本の大きさや書かれている内容、書写の開業箇所や筆跡まで先の J 本と非常によく似ている本です。左の写真は関東の部分になりますが、 最初に見た大沼本と大きく異なり橋箸きや序の部分が木田の国騒動の序として大幅に書き換えられ内容も大原騒動が大漢の悪性によって引き起こ,引き起こされたと強い書きぶりで非難しているところが特徴になりますここでは和本についての基礎的な知識を簡単に紹介しています 本に関する用語を紹介していますので解説の参考にしてくださいちなみに現在私たちが見る本にはさまざまな想定のものがありますが日本では古い本は必ず右閉じで文字は縦書きになっています現在の我々は左閉じで横書きの本であっても不自由なく読んだり書いたりすることができますがこれは日本人ならではのとても珍しい文化なんだそうです 高山陣屋出入ー氏が残した飛騨夏蒸式日飛騨夏蒸式は高山陣屋の出入ー氏であった加能投稿により表されました大原騒動のうち明和騒動と安芸騒動について記され騒動の結末のある天明騒動の経営については記されていません筆者は大官所側の目線により騒動に関わった民衆に対して厳しい書きぶりで批判しているため 従来から大観寄りの記録とされてきました多くの写本が残されている夢物語に比べて写本の存在がほとんど知られておらずまた昭和20年に原本が見つかるまで基本とされていました記述傾向は緻密で情報量も夢物語を圧倒する重要な資料になりますこれは町博が所蔵する本で 表紙見返しに書かれている文言から、当校の実質原本とされています。前書きの部分には、このように、ぐどん猛舞のやからなどと、飛騨の民衆が愚かだったために、このような騒動が起こったと述べている箇所があります。なお、加納家は、元移動を生徒し、代々高山の医師の家として、また文化人として活躍した家です。 これは現在暗黒寺に所蔵されている本です上二の町の豪商森宗広の写本とされていますが本自体には写本の経緯を示す書き込みなどはなく裏付けができません前に示した原本と比べほとんど同じ筆跡で内容もほぼ同じであることから写本の経緯も含めて謎が多い本になります これは町博の寄付資料の中から発見されたものです。寄付の経緯やもともと所蔵していた人などの詳細なことは分かっていません。表紙の左肩に関数のみが書かれ、本来あるべき署名すら書かれていないというのはあまり例がありません。使用感もなく、あまり読まれたりすることがないまま伝来したものと考えられます。 大原騒動が当時の社会に与えた影響は大きく事件のあらましは広く世間の関心を集めましたそのため夢物語の写本以外にも読み物としての一期記録が多く作られましたこうした記録物語の中には明らかに創作されたものもあり歴史資料としては軽視されてきましたが民衆が騒動をどのように受け止め語ってきたかを知ることができる資料ともいえますまた 農民が命がけで権力者と戦ったとするドラマ性を持つことから近代以降も多くの作家や芸術家により小説や映画の素材として取り上げられ結果的に人々の間に騒動に関する共通したイメージが広がっていきましたここでは民衆が騒動を語り継いできた足跡を示す資料を紹介いたしますこれは「風文小鳥のさえずり」 というタイトルののの本本でで上青山藩による一宮の内入り前後の経緯を記した本です江戸時代終わりから明治時代にかけて「軍記」という主に太平記など武士を主人公とした戦争を題材とする歴史小説を講談調で語る「軍記読み」といったものが流行しましたが本書はそうした風潮を受けて作られたものとみられ 随所に民衆の興味を引く話題やエピソードが散りばめられていますこうした小説的な面白さを狙った本も作られました、えー、こちらは高山陣也で展示中の本です緩末に高架三年富田貞範と読むのかよくわかりませんが写しとの記載がありますが伝来だなど詳細は分かっておりません 一見、実録のような形をとっている本ですけれども、実際は「一命夢物語」とあるように、夢物語をほぼそのまま映しています。夢物語が多様な形で派生したことを示す資料であるということが言えます。高山出身の小説家、山中氏が、 総道の義民大原あ本郷村郎を主人公として、えー、表して表た歴史小説になります江馬は飛騨の歴史にも強い関心を持ち後に代表作,作となる「山の民」を完成させますこの本は大きく3つの刃が重ねられその度にボリュームが大きくなっていきました江馬は実際に本郷村を訪れて地元民につ対して にについいててのの講演を行ったことが当中にも記録されています現在の大原騒動についての一般的なイメージを形づくった小説であるというふうに言えます。これは墨武文庫の中に残る資料で墨武義則氏が零祭の展示に関わったことから作成されたものになります。 展示資料を一覧にして記しており、現在では所在不明となっているものも含まれます昭和初期の段階で、移民の慰霊と騒動研究が一体となって行われていたことがわかる資料になりますこれは高山出身の日本画家で、郷土歯科でもあった富田玲香による作品です 現在はふるさと駅史館で展示されていますが、元は本郷小学校において展示がされていました。本郷地区では、今でも全苦労を題材とした郷土教育が行われており、この絵もそうした教育活動に利活用されています。富田玲川大原騒動についての論考も発表している郷土史家でもあります。右下に記されているのは、全苦労の時世の句、 処刑される直前に読んだ歌ですが「常盤城と表板に落ち葉かな」とあり傍らに「番場善九郎」とありますがこれは善九郎の本名になります。つぼみはは「坪見し花」は平成14年当時の上高沼が,が出資して作成した映画になります。 制作を請け負った俳優菅原文太の息子が主役を務めたが不慮の事故により完成を前にして亡くなりました当時の新聞からは実際に現地で行われたロケの様子や村民もエキストラやスタッフとして参加したことが掲載されており郷土の英雄を映画を通じて街づくりに活用する動きがあったことがわかります映画は現在もふるさと歴史館において上映がされています 大原騒動において、獄門や資材に処せられるなどした犠牲者の数は40人に上ります。彼らの多くは残された農民らにとって代々弔うべき対象とされ、義民供養の伝統が生まれました。犠牲者の実績を伝える義民伝承の中には、今も民話の形で語り継がれているものもあります。 飛騨地域には犠牲者を供養する石碑が数多く残されていることがこれまでの研究で明らかにされています。今回の特別線に際し改めて調査した結果、高山市内には大原騒動関係の供養費、検証費、墓費と伝えられているものが合計58箇所70件存在することが確認されました。今も地域の人々や子孫により護持されているものも多く、 移民供養の伝統は今も位置づい息づいているといえます。日田地域には大原騒動の移民を題材にした移民伝承がいくつか存在します。今回の展示では山本村、現在の高山市国府町山本の彦兵衛が農民の代表として加護層を実行し、処刑されたという事実に基づく で作られた民話を紹介していますこのお話には必ずしもリーダー格でなかったものを農民が懇願してカゴソに送り出したこと送り出した農民がソニーを裏切ることその裏切りがたたりとなって農民を苦しめたという筋書きを見ることができます墓を建てて彦,彦兵衛らを移民として長く慰霊することで結びとなりますが このようにして民話の形で表現された観念が広く共有されたことが現実に慰霊碑が数多く建てられたことの背景の一つとなってきたと言えるかもしれません左の写真は山本ら村彦兵衛の墓で現在も国府町山本の八幡神社の境内に残されています郷土史家の林忠夫先生らが調査された時期からかなりの年数を経ていることもあり 今回の特別展のため、改めて調査し、高山市内にある大原総動関係の供養費、検証費、母費をすべて地図上に落としたものになります。また、将来作装することを防ぐため、すべて写真を撮影し、寸法も記録しました。調査にあたっては、地域の皆さんや共同士研究者の方々から記録を聞き取りをさせていただいております。 すでに移転されているものや失われたものもありましたが中には毎年慰霊の行事が行われているものや花が手向けられているものもありましたここで義民供養碑の例を少しだけ紹介しますこの2つはいずれも上宝町にある義民の礼を慰めるために作られた石碑になります 石碑に刻まれている碑文の意味ははっきりとしていません。右の関物仏教党は本郷村善九郎ほか2人の議民を慰霊したものになりますが道路工事中に土の中から発見されたという伝承を持っている珍しいものになります。こちらは議民検証碑になります。議民の功績を検証し 将来に伝えるために作られたのが検証費です。ここに示した検証費はいずれも最大級のもので台座部分を除いて左は高さ3.1メートル右は同じく4.1メートルあります。こうした検証費は比較的近年に至るまであちこちに建てられました。 以上をもちまして展示解説の方の内容は全てになります今回の特別展の図録は町の博物館において無料でお配りしております詳しくは町の博物館へお問い合わせください今回の特別展に際して様々な方からご指導やご協力をいただきました一人一人のお名前を挙げることはできませんが心こ,こに慎んでお礼申し上げます 初めてこのような形で展示の説明をさせていただくことになりましたが参考になりましたら幸いに思います今回の動画の感想を待ち泊までお寄せいただければ大変ありがたく思います本日は最後までご静聴いただきましてありがとうございました